仕事をしている長谷川佳子と申します。子どもたちに向けた絵本とか物語の絵とかそういうものを描く仕事をしています。今日はちょっと絵本を読みたいと思います。よろしかったら聞いてください。102匹のネズミという本を読みます。突然土の中からぬっと大きな顔が出てきました。子ネズミたちはびっくり。父さん、カブ？ピーが飛び上がって言いました。はは、はモグラさんだよ。モグラは鼻をヒクヒクさせるとまた土の中に戻っていきました。扉の向こうから歌が聞こえてきました。ありがとうございます。